取材を終えました北村匠海です。コメントありがとうございます。大地くん、僕もですね、映画を見てやっぱりその渡辺くんにしかない人間性にもちろん嫉妬する部分もありますし、男として僕はすごく本当に同じこと言いますけどすごい魅力的だなと思ったので、取材で何を話してるのか僕もチェックしたいと思います。